皆さんこんにちは、エデフです。今トルコは、断食月ラマザンなんですけれども、こちらこういうショッピングモールの中のレストランはオープンしているので、今日はそのショッピングモール内のレストランにやってきました。ここはイスケンデルという料理の、専門店です。イスケンデルはね、これはねちょっと面白い料理なので、ぜひ皆さんに見ていただきたいと思います。私はスタンダードの、1人分を注文してみました。これがですね、バターソースですね。テレヤン、ユズディクテレヤン 100% バターだそうです。こんなに温まってます。すごいですね。これが私のイスケンデルですが、今からお願いします。ビッツェン、こんなにバターソースたっぷりが、デシキュリテレ、このバターソースたっぷりがトルコのスタンダードです。一人前のイスケンデルケバブです。イスケンデルケバブというのは、ここにドネルケバブのお肉があって、下にパンが敷き詰められてます。で、上にはトマトソースとこの大量バターソース、そして隣にはヨーグルト、これがスタンダードだと思います。じゃあ早速いただきます。私トルコでイスケンデルを結構何回も食べてるんですけど、いつもねバターソースいりませんって言ってるんです。だからこんなバターソースは私も初めてです。ではいただきます。これ全部食べれるかな。パンはねカリカリにしてあります。サクサクで美味しいです。バターの味がしっかり染みてます。すっごい濃厚なバターの香り。お肉めちゃくちゃ柔らかいですね。薄切りなのですごく食べやすいです。臭みもないし、こうやってお肉とパンと、さらには口をさっぱりさせるヨーグルトも一緒にいただきます。やっぱりこれだけバターもしっかり乗ってるとこってりしてくるので、ヨーグルトがすごい大事になってきますね。私もアラフィフになり、総コレステロールがちょっと上がってきちゃったんですけど、こんなバター大丈夫ですかね。お肉こんなに薄いです。薄切りのお肉は食べやすくていいですよね。今トルコで乳製品がものすごく値上がりしてて、バターもめちゃくちゃ高騰してるのに、こんなにバターかけてくれちゃって、一体これいくらなんでしょうね。メニューなかったので、イスケンデルくださいって言ったんですけど、いくらなんでしょう。ちょっと食べたところですけど、もうこのバターのひたひた具合ご覧ください。さっきカリカリだったパンがバターひたひたで柔らかくなりました。贅沢なお料理ですよね。
メニュー発見しました。メニューあったんですね。すごいな、このね、このバターの潔さはね、日本ではないんじゃないですかね、こういう料理。さすが世界三大料理ですね。うん、時々ヨーグルトもいただきながら、なんか全部食べれそうな気がしてきましたよ。このお皿何キロカロリーあるんでしょうね。最後のパンです、全部いただきました。ごちそうさまです。私多分今日は夕食食べれないんじゃないかなと思いますね。今日の夕食は名古屋風手羽先にする予定なんですけど、このバターソースの後に揚げ物はちょっとアラフィフの胃にはきつそうですね。メニュー見たら 1.5 人前とか2人前のメニューとかもありますよ。でも値段がそんなに大きく変わらないので、男の人だったら結構このダブルとか頼むかもしれませんね。どんなカロリーなのかちょっと本当に聞いてみたいですけどね。それではお会計をお願いしたいと思います。トルコでチップをどうしたらいいかなって思っていらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、夫は、だいたい 10% をこういうところに入れてガルソンさんに渡してます。なので私も今日は、まあ、10% ぐらいの10リラですね、これを入れてお返ししたいと思います。皆さんもトルコにいらっしゃったらぜひこのイスケンデルを食べていただきたいと思います。まあ、ものすごくトルコっぽい料理だなと私は思っています。最後までご視聴ありがとうございました。それではギョリシュルース。今日私が食事をしたのはこのヘデイスケンダルという、まあこれチェーン店ですね。結構どこにでもあると思います。